望むのなら、実際に耳元で、囁いてもいい。むしろ囁きたい。あなたの反応が、きっと可愛いだろうから。あなたのためなら、俺は全てを惜しまない。あなたが俺に、光をくれたから。あなたの奏でる音が、俺を輝かせてくれるから。いつも一緒にいられなくても、あなたが誰か別のやつといても、俺はいつもいつでも、あなたを思うよ。だって最後には、俺の元へ戻ってきてくれるだろう。俺の前では、素直に感情を出してくれるだろう。それって、俺は特別ってことだよな。そう思って、いいよな。ま、どう思われてようと、俺のあなたへの好きって気持ちは、変わらないけどな。さて、そろそろお別れだ。伝えたいことは尽きないけど、長くなればなるほど嘘っぽく聞こえると思うからな。あと少しと思うと言葉が出てこないな。とにかく、あなたの音をこれからも大事にしてほしい。俺が好きなあなたの音を。もちろんあなた自身のことも大事にしてほしい。俺が愛しているあなたを。それじゃまた。あなたが望んでくれるなら、また俺はあなたへの思いを歌うから。その時までさよならだ。好きだよ。これまでも、これからも、ずっと、ずーっと、愛してる。もう、いいか。君は鈍いから、ちゃんとわかっていないようだが、俺は君のことが好きだからな。もちろん、恋愛という意味で。勘違いさせると、その気になるから気をつけろ。あの時、君に告白したのは、ゲームを終わらせるためだったが、ゲームを終わらせようと思ったのは、そもそも俺が、君に、落ちたからだ。今まではこんなゲームの仕方はしていなかったんだ。適当に近寄って好意的な言葉を並べればゲームに勝てたし、その子が泣かないようにフォローを入れれば後腐れなくことは終わっていた。君にしたように強引に迫ったり傷つけるようなことは今までしたことがなかったんだ。なぜかと自分でも考えたが、君を振り向かせることができない苛立ちを君自身にぶつけていたんだと思う。力ずくでも君を俺のものにしたかった。君が俺の目の前からいなくなるのが怖くて、力ずくでも引き止めようと思った。目的が完全にすり替わっていた。最初はただゲームに勝って君を追い詰めようと思っていたのに。もうしないよ。好きになるというのは、そういうことじゃないと、よくわかったから。だから、終わらせたんだ。
ゲームも、苛立ちを君にぶつけることも、間違っている。どんなに君が振り向いてくれなくても、片思いでも、君を傷つけないやり方で、そばにいたいから。君を、大切にしたい。別に返事はなくていい。ただ、その気がないのに勘違いはさせるなよ。俺は結構欲深いからな。君が俺を好きなんだと思ったら、その瞬間にキスしかねない。あ、それでいい。今はただ、君に感謝と好意を伝えたい。俺は君がいなければ、大切なものに気づけなかったと思う。ソレイシスの仲間が本当に大切なら、彼らとの中に亀裂が入ることなど恐れず、彼らを止めるべきだったし、誰かを本当に好きになりたいのなら、嘘で口説き落とすなんてことは、すべきじゃなかった。俺が本当に大切にしたいものを教えてくれて、ありがとう。君がいてくれてよかった。俺が好きになった人が、君でよかった。君は俺に、失う怖さを振り切るための勇気をくれたんだ。感謝している。君は謙遜するだろうなと思った。だが、俺の気持ちは変わらない。君がこの部屋に戻ってきてくれた時、本当に嬉しかったし、今もこうして隣にいられることが、嬉しくて仕方がない。俺に全てをやり直すチャンスをくれて、ありがとう。君を好きになって、よかった。これからもずっと、そう、思い続けるから。あれあれ？唇についてるよ。本当だってば。ケチャップみたいに唇真っ赤だもん。動いちゃダメ。ノラ、じっとしてて。どうしよう。ノレ、本当、お前見てると好きって気持ちが止まんなくて。お前のこと以外何も考えられなくなって。白くて明るい星、それがことざのベガです。わし座のアルタイルは星の角度はわかりますか？指先の幅が2度、拳の親指から小指までが10度なので、ベガから拳3つ半、そこから38度、ベガから24丁座のデネブ、この夏の大三角を把握できたら夏の星空は掴んだも同然です。だからなんだって感じですよね。すみません、黙ります。え、いいんですか？話しかけてもうざくないですか？ダメです、僕を甘やかしては。今日来てくれただけで十分なのに調子に乗ります。例えばまた一緒に星を見ませんかとか言い出しかねません。あなたにも都合があるでしょ？迷惑でしょ？ね、いいんですか？本当ですか？今度、流星群があるんです。肉眼で見られますし、楽しめるかと。いえ、あなたが双眼鏡を使いこなせないから言っているのではなくて、その、一緒に同じ星を見られたら素敵だなと。何を言ってるんだ、もう。
僕じゃなくて星を見てください。まず目を閉じてください。星を見るのに明るさは邪魔ですから。そのまま寝そうですか？だったら帰ってください。いえ、風邪ひかれたら嫌だなと。いえ、迷惑とかじゃ。すみません。星見ましょう。すみません。僕だけ見てて。どうぞ。寒いですか？すみません。あいにく予備の防寒具がなくて。ここ、入ってください。一緒になんて言ってません。無理です。狭いですから。じゃあ、一緒にかけますか？星見えないですか？すみません。眼福は合ってます？ピントも。はい、変えてください。後で戻し。最後まで見てくれてありがとう。